ケビン・スミスはアメリカ合衆国ニュージャージン州出身の映画監督、脚本家、編集技師、俳優である。自分の監督作品では脚本も書き、ほとんど喋らないサイレントボブとして出演している。スクリームさんにも顔を出している。映画学校に通うが数ヶ月で中退し、浮いた文の学費と集めていたコミック本を売ったお金で制作したクラークスが、 三段ンンス映画祭で注目され、ミラマックスによって公開された。この映画の舞台となったコンビニエンスストアは当時彼が実際に働いていた。その後もレズビアンの女性と、それでも彼女に夢中になる男性のラブストーリー、チェイシング・エイミーやキリスト教を題材にしたコメディ、ドグマなどで高い評価を得ている。ベン・アフレックやジェイソン・リー、マット・デーモンは、 彼の映画の常連である。最近では、話題の、ダイハード4.0にワーロック役として出演。コミック、スター・ウォーズ、ジョーズ、カナダ TV ドラマ、デグラシー・オタク、ブリを演じていた。クラークスさんで監督を引退すると語っている。娘ハーレー・クイン・スミスは女優になり、自身が監督した映画に多く出演している。ありがとうございます。